黒スっぽんは、爬虫ゅカメうかめもくすっぽんかみやびすっぽん族に分類されるカメ。バングラデシュ最大校長91センチメートル。背甲は、上から見ると卵型。全身の色彩は、暗褐色や暗灰色。種小名にグリカンスは、黒いいで、和名や英名と同義。復興の皮膚の飛行部の内胸腹甲板と後と硬い板、だけでなく、その前方にある内硬い板も発達する。 幼体は、肺甲が上から見ると円形。肺甲の色彩は、肺褐色や、ノーリーブ色で、黄色や、薄大色の目上半や、黄色や緑色の不規則な半紋が入る。復興の色彩は脳灰肺色。成長に伴い全身に、暗色半が入ることで、暗色化する。以前は、インドスッポン族アスパデリッツに分類されていたが、 複数の分子系統解析から、インドスッポン族と一族一種のミヤビスッポン族、ナイルサニアは、全体として、単系統群で、遺伝的異も小さいとして、インドスッポン族はより記載の早いミヤビスッポン族の、シノニムとする説が有力とされる。ミヤビスッポン族内では、クジャクスッポンに最も近煙とされる。チッタゴン近郊にあるイスラム教の神秘主義の哲学者、 バーヤズイードバスターミーボヤジードバストミーの霊病に、ある人工池の実に生息し、野生下ではすでに絶滅していると考えられていた。2012年に DNA の解析から、クジャクスポンのバングラデシコ大群とされていたものの、中に本種の野生個体が含まれていることが判明した。ブラマプトラ川水系を中心に調査が進められ、チッタゴン近郊から離れた。 バングラデシ国内やアッサム地方でも本種と思われる個体群の報告例がある。野生個体が再発見されたことから情報が更新される可能性はあるが、以下は人工池の知見に基づく。人工池では管理者や巡礼者が与える魚類や肉、パンなどを食べている。繁殖様式は卵生。2から5月に1回に6から38個の卵を産む。 卵は96から104日で孵化する。人工地では厳重に保護されている。分布が極めて限定されていることから感染症などによる絶滅が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書会に掲載されている。1990年における個体数は約300頭とされる。ありがとうございます。